中音符号とは、中国語の発音記号の一つ。現在は主に台湾で用いられる。先頭の四文字、から、ぼポモフォとも呼ぶ。中音符号は、古代の伝書、古文などから字型の簡単なものを取って、表音文字として使うもので、一文字から三文字で、中国語の一音節を表すことができる。中国大陸における、中華民国期に制定された。 中華人民共和国では、漢語ピンインが使われ、中音符号はほとんど使われていないが、台湾では、今でも、現役で使われている。現在の中音符号は、聖母21字と、陰16字の37文字からなる。日本語のカナに似た文字もあるが、カナと違って、音節文字ではない。また、カナが総書体や、漢字の変貌の利用によって作られているのに対し、 中音符号は古代の文字をそのまま利用している。例えばピニンのヤーンという音説であれば、聖母の ZH を表す、スケボインの U を表す、陰のアンを表す、によってと記すことができる。日本のカナと同じく漢字につける、フりガナのように用いることができる。台湾では初等教育の初期からこれを習い、キーボードや携帯電話、スマートフォンの入力に用いる。 電報にも使えるようにコード化されている。台湾で定められた文字コードセットであるビッグ5にも中国大陸のギガバイト2312とその後継企画にも収録されておりユニコード1.0、0では U++3105 プラスから U++312D プラスには割り当てられているのでコンピュータやインターネットでも使用できる。ローマ字による表音を国語中音符号。 第二式と呼び、それに対して、ここで言う中音符号を、国語中音符号第一式とも呼ぶ。単に、中音符号といえば第一式のことである。新末になると、中国語のための表音文字を提案したり、実際に使用したりするものが多く現れた。中音符号のアイデアのもとになったのは、小平林が1906年に、日本で書いた。 白中国用万国新語説であった。この文は、漢字は難しいからエスペラントに変えるという説に反論する趣旨の文章だが、その中で、説問会字に見える、天書、古文、中文から型の簡単なものを取って、中国語の伝統的な音音学楽の紐、韻のための字として使う、という説を述べ、実際にその字を定義した。新害革命の直後、 1913年に中国語の標準的な音を定めるための読み音統一会が五高志久氏を議長として開かれた。この時に作業用に用いた気音児母は当時の教育部にいた修授人、巨久氏も戦洞マゴラが考案したものだが彼らはいずれも石膏小出身者で新末に日本へ留学して小平林に学んだ仲間であり気音児母も 小平林の提案に従っていた。ただし小平林の作った字をそのまま使ったものは、それほど多くない。読音統一会は、最終的にこの基本字母を正式な表音文字として、採用することを決定し、中音字母と命名した。読音統一会の作業は、政局の変典によってそのまま放置されていたが、1918年になって、 ようやく正式に交付された。この時、中音寺母は、国音寺母と命名された。当時の寺母は39文字で、配列も今とは異なっていた。翌1919 19年には、国音寺典が刊行され、配列が現在と同様になった。1920年には、王から、を分けて40文字になった。国民革命後の1930年に、国音寺母は、 中音符号と改められた。読み音統一会で定めた標準音は実際の北京の発音と大きな枝たりがあったため、北京音を基準にした新しい国音が定められた。このため不要になった V の3文字が1932年に取り除かれ、37文字になった。中華人民共和国ではピンインによる表音が行われ、中音符号も 進化辞典をはじめとする書物に今も載っているものの、読める人はあまりいない。上記のように、中音符号はあくまで国語のためのものだったが、台湾では台湾語を表記できるように中音符号を拡張する試みが行われた。これが1998年に法音符号系統として制定され、公式の位置を取得した。 普通話以外の言語を表記するために拡張された文字も存在する。看護ピインとは違い、第一声の時は、マクロンを使わず、省略する。成長記号は、縦書きの時は、最後の母音字の右上方、横書きの時は、最後の母音字の左上方、または右側に書く。ただし、形成の記号のみ、音節の先頭に書く。 ユニコードでは U プラス 02C9、U プラス 02CA、U プラス 02C7、U プラス 02CB、U プラス 02D9 に割り当てられている。基本的には、上の表による置き換えで良いが、以下の母音の表記が異なる。チ、き、し、り、じ、ち、しのマイナスイに当たる母音は表記しない。以下に、陰母の表を示す。このように一般的には、 漢字音を中記するときに使われる。日本語では、横書きのときは、漢字の上に振り仮名を付すが、中音符号は、横書きでも、漢字の右側に縦に記されるのが普通である。台湾では、スラングなどで漢字のない音を表すときにもこの符号を、文字として、発音を書き表す。漢字がある場合でも、アルファベットと同様に代用表記として使われている。 一般的によく使われるのは、台湾鉄路管理局の貨社の形式表記では、独立した文字として使用されている。その他に、ひらがなに似た形状の文字があることから、日本語のインターネットスラングで用いる例もある。この他に、成長符号として U プラス 02C7U プラス 02CAU プラス02クブプラス 02DQ を使用する。 バポモフォの U プラス 312AU プラス 312C の3字は現在は廃止された文字だが、方言の表記に用いられることがある。ユニコード5.1で追加された U プラス 312D は、ピニンでいう、地域シリーズ知識などの母音を説明するときのための文字で、通常は使われない。バポモフォエクステンディッドの U プラス3 1 a U プラス 31B7 までは、台湾の保温符号系統で定められている、台湾語用の追加文字である。ただし、フォントによってはグリフが誤っているものがあるので、使用には注意を要する。成長符号として U プラス 02EA と U プラス 02EB を使用する。U プラス 31B8、U プラス 31BA の3字は、ユニコード6.0で追加された文字で、 1920年代に、オーストラリアの宣教師モーリス・エイチ・ハットンが、機種の名号を表記するために使った文字である。ユニコード10.0で u うプラス 312E2 が、ユニコード11.0で u うプラス 312F2 が、追加された。2019年のユニコード12.0では、保温符号の表示や座型が改正された。 2020年のユニコード13.0では抜けていた、法音符号系統の文字1字及び1950年代に、関東語音を表記するために定義された、文字4字が U、U プラス 31BCU プラス31、ボーイフレンドに追加された。中音符号、Windows の中国語キーボードの配列は、以下の通り。左側に、シーンアザ、右側に、ボイン字が並ぶ。 苦闘点は左上のキーを押して入力。シフト、スペースキーで全角、半角切り替え。ポケットモンスターのピカチュウを入力したい場合は、と入力する。ありがとうございます。